こんばんは、マサトです。タプスギザのおやつですね。もう金曜日ですね。今日は遅くなりました。もう8時ですね。定時が7時ですので、やっと今日は定時上がりですね。1時間経ちましたですね。はい、クーラーかけています。湿度がクーラーかけてますので、50度を切ってますね。クーラーかけていますので、かけて26度ですね。はい、お腹すきましたですね。はい、ではこの、ジョアと今日はハテル島の島バナナ2本ですね。ちょっと食べ過ぎかな、食べ過ぎですね。この、ロールパンに、このココアですね。はい、じゃあお祈りいたします。この与えられたこのおやつを感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、もう明日また早いですね。昨日また、昨日は木曜日でお休みで、収録が本当に、昼間、ゆっくりしようって、もう、本当になりましたですね。なかなか、はい、はい、もう外は真っ暗ですね。はい、日が落ちました。はい、いろいろ変わられながら、情熱かささんのこのロシアカウントダウンですね、聞きながら言っています。はい、先に、バナナですね。波照間島の島バナナ、先ほどまた石垣島の方から台湾バナナが届きましたですね。種類が違うので、石垣島で栽培している台湾バナナですね。はい、ちょっと味が、これをちょっと熱いココアを飲みながら、はい、これは、日銀の政策会議ですかね。植田総裁が、なんかあれかな、買い取るのを少なくするんですかね。私もその辺はちょっとわかんないんですけど、為替調整ですかね。ちょっと、はい、すると国債の長期金利が上がるんですかね。なかなかその仕組みが分かりませんけど、円高かな、円安ですね。なんか数値かで、利下げが、もう憶測されて、この後今日の情熱かさの金曜フライデーですかね。今日は ライブかなと思ったりしますけど、もう8時ですね。はい、ほとんど夕食に近いですね。食べた後に動画をアップ、遅くなりますね。録画をアップしていきたいと思います。完食でもないですね。ちょっと今日はバナナ2本食べましたけど、
寂しすぎだなおやつですね。ちょっと今日は途中でお腹いっぱいですね。そして水力かも。ロースパンが食べ過ぎかな。でも、しないでもないですけど、ほとんどもう夕食に近いですね。はい。夕食10時なんですかね、クロスと今日は。はい。クーラーが効いています。クーラーに扇風機かけてますね。ということでまだ話ありますけど、食べ過ぎだなやつ。はい、これでもう途中ですけど、はい、これは、またこれですね。ちょうど、明日がお休みならゆっくりできますけど、明日が一番早いですね。普段は10時出勤なんですけど、明日は8時出勤ですね。厳密には8時15分出勤ですけど、まあ気持ち的には8時出勤で、約2時間ですね。普段の、まあ普段が10時出勤が遅いかもわからないですね。今日は10時出勤の7時ですね。定時が7時で、今日は定時上がりですね。パートですので、6時に上がることもありますけど、可能ですね。5時に上がることも、可能ですけど、はい。やっぱこれも食べてから、終了していきたいと思います、ね、今日はもう本当の食べ過ぎだな、おやつですね、バナナ2本、もう普段は1本ですけど、ちょっと小分のバナナを2本ですね。はい、ロシアの経済が、もう破綻、その、今度中国の元ですかね、モスクワのそういう投資機場が閉鎖されたということ、閉鎖かな、少しそんなニュースが流れてますね。これは昨日ニュースで、本当にロシアは国際社会から締め出されていますね。そういう経済の、はい、今日完食しました。なかなか今日はね、バラバラにおやつです。はい、なかなか、再生回数が伸びずにちょっと窮地してますけど、まあ、なかなか、厳しいでしょうね、もう50回もいかないですね。はい、厳しいですけど、マスタードです。こんばんは、食べ過ぎだなおやつでした。またマスタードのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。
次回の旅助だら、おやつで、こんばんは、旅助だらおやつでお会いいたしましょう。マスターとした、しょうがりつ、パッションブルジュ、シャロム、シャロム、シャロム。